ております。はい、まえちゃんは土井里町、あ、お久しぶりです。あ、お久しぶりです来たことありますか？あ、一回来て、夏のなんかお祭りみたいな感じの時に来て、初めてその時見たんですけど、はい、綺麗ですね、すごい。何が綺麗ですか？え、校舎が、あ、校舎緑もあるし。なるほど。はい、はい、それでは、今日案内していただく八木さんのところへ行きたいと思います。八木さん、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、私、豊里町には来たことがないんですけれども、はい、豊里町っていうとどんな観光があるんですか？そうですね、こちら近江商人の発祥の町ということで、あの町内にはその近江商人にちなんだ屋敷とか、あの、博物館などがありまして、こちらの豊里小学校旧校舎群もその近江商人の一人古川哲次郎氏が、あの、寄贈されて建てられた小学校でもあります。また今はアニメ西音の高校のモデルということで、たくさんのアニメファンの方々も訪れるスポットとなっております。確かにすごい綺麗ですね。こんな校舎って私見たことないですし、いつぐらいまで使われてたんですか？はい、こちらはあの建てられたのがあの昭和12年で、あの平成14年までこちら豊里の小学校の生徒たちが使っていました。声が水出てるはい、それでも全部アニメで出てるってことですよね。はい、こちらの噴水のこの外観も全て出ております。はい、それでは八木さん、はい、今日はお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。こちら、はい、はい、自動ドアになってる。はい、そうなんです。はい、お邪魔します。そうですね、この小学校が使われていた当時のものもそのまま、あの、あるところに残されています。とりあえずこちら小学校の歴史なのが展示されているこちら展示室の方にご案内いたします。もともと何があったところなんですか？こちらは当時あの職員室として使われておりました。もう正面から職員室なんですね。はい、みんなはここから入ってきたっていうことになるんですか？あの、昇降口の方はあちら南の方、北の方のサイズがございまして、生徒たちはそちらから入っておりました。へぇー、よし、じゃあ、お願いします。これってもう写真屋さんでもなかなかないですよね。ないかもしれないです ね、 ね、こちらの方はこうおじさんがこう、おじさんこう、そう、なんか覗き込んで撮ってはるやん。私見たことない、まあ、イメージ黒いね、布に、ね、あ、あー、今なんかあ、こちらの方、はい、見ていただきたいんですけれども、こちらは昭和12年の際に、小学校の方の模型になります。入ってきていただいたところはこちら駐車場になっておりましたけれども、当時はこういったあの畑などそういったものがございまして、まあ、そこは今と変わっている部分になるんですけれども、こちらの小学校、今この記念館の方とこちら本校舎の方とあちらの方に講堂が今も現在もありますけれども、当時はこちら裏手の方に体育館もございまして、またそちらの25メータープールもございました。昭和12年ですけれども、こちら校舎の方も鉄筋コンクリートで建っておりまして、まあその当時にしてみればすごい
他にはないような小学校で、他の町の方々も占いしがられるような校舎であったと言われております。普通は木造だったということですか？そうですね、はい、当時とは珍しい鉄筋コンクリートで建てられておりました。こちらの方の写真も当時の写真でして、まあ、こちら昭和12年の頃の写真が展示されております。あれで撮った写真ですかね？そうですね、なんかボイラー技師の方がそのカメラでこの小学生 の, その生活とかを撮られていたということになっておりますけれども、慶応が好きじゃなくてもこういう滋賀県のことが学んでたりできますよね。はい、建築にしても歴史にしてもそういった意味合いで興味を持っていただける方も、こちら来ていただいて楽しい場所となっております。今までもずっと慶応がっていう感じですね。そうですね、慶応の放映が2009年の4月から始まりまして、2009年の、5月30日にこちらまた新しくリニューアルオープンして、それと同時にファンの方が流れになっています。この方が行動になります。体育館とは違ってもう椅子が常備、はい、もうこのままも設置されている形で、今はちょっと少なくなっておりますけれども、当時は600人の生徒がこちらの方に行動の方に入られたぐらい、ちょっとまだ詰めた形にはなっています。じゃあ聞くのも結構楽ちんですね。そうですね、はい、やっぱり体育座りするよりかは、そうですね、座ってた方が入学式とか卒業式とか、今の浦手の小学校の子供たちは卒業式入学式とかこちらも行動でされるんですか？はい、ジャンプ効果は一緒ってことですか？そうです、このものずっとあるんですけれども、今小学校の子たちが多分まだこれ歌ってやるとは思いますけど、体育館とはまた別にあるんですか？体育館は当時はこちらの裏手の方に体育館がございました。あのプールのところかな、あの絵はこちらの絵は古川辰次郎氏という方なんですけれども、こちらの小学校を建てられるのに全資材の3分の2を投げ打って作られた方なんです。その方の思いが詰まった校舎となっております。これだけやっぱりその教育に力を入れたかったっていうことですね。はい、報われるよっていう風に教えてられて、それで今丸紅という会社の専務になられたということで、そのお話を聞かれたこちら学校を設計されたボーリーズさんが、こちら階段の方にウサギとカメの方を設置しようということでされたものがこちらになります。かわいい、かわいい。でもこれ本物のカメ並べてみたい。ツル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 ウサギとカメのイソップ童話の物語になっておりまして、はい、で最初は2匹同時にスタートなんですけれども、うん、こちら2階に来ていただくとウサギが、はい、寝てるんです。あ、でカメがね、はい、最後ゴールでカメが起用してる形になってます。こちらの壁の引き込みは、はい、ラジエーターが設置されていまして、ここですか？はい、その暖房器具がございまして、はい、その先ほど言ってもらった坑道の地下の方にボイラー室が
ありまして、そちらのスチームの熱で、その冬の校舎でも暖かいようにということで、当時、昭和、はい、教室の方も全てついております。いいな、めっちゃリッチ。それはと建てられた時からって感じですか？はい、はい。私絶対廊下での嫌でしたもん。寒かったっていう。長い廊下もこちらの方が黄色の線とか入ってるんですけど、こちらもあの扉がの引き戸じゃなくてなってるので、その生徒たちが走ってもあの開けた時にぶつからないようにっていう意味でこの黄色い線が。すごい。そこも初めからってことですか？はい。すごい、あの子供のことを考えて設計されてるんですね。もう窓の方も、はい、廊下側に出てしまうともしかしたらぶつかってしまうかもしれないということで、内側の方に開くようになってて、一番上だけこの外側に開くようになってます。子供は走る前提ですね。はい、そういうところも走っちゃダメやけど、はい、もうしょうがないっていうのでね、はい。寝すぎや。この下の丸みのところも、はい、その子供たちが掃除するときにホコリなどがたまらないようにすべてこうやって丸くなってるので、すごい、全部考えてある。